はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回も、エチゴビールです。のホワイトエール。バイゼンと書いてありますね。バイゼン。ホワイトエール。バイゼン。こっちにはバイゼンって書いてあって、こっちにはホワイトエールって書いてあります。アルコール度数が5%。で、ビールの濁りや沈殿は製品特徴であり、品質には問題ありません。だそうです。まあ、バイゼンといえばホワイトビール。小麦の、まあ、いわゆる、ね。ビールなんですが。じゃあ乾杯。エチゴビールの、ホワイトエール。ホワイトエール。酸っぱいね。結構。結構酸っぱい。商品特徴。小麦麦芽と大麦麦芽で作った南ドイツ伝統の濁りビール。白い色合い。均質な濁りとフルーティーな香りを実現しました。あんまり、個人的にあんまり好きじゃないな。結構酸っぱいですね。酸味が結構ある。エチゴビールいろいろ飲んできたけど、正直、俺エチゴビールあんま好きじゃないですね。新潟に住んでるけど。エチゴビールで一番うまかったのって俺なんかあったっけ？ピルスナーかな？ピルスナー。じゃない？一番美味しかったの。それかスタウトか。どっちかですね。コシヒカリ、エチゴビールも。これも飲んだな。いや、でもピルスナーが一番うまかった気がするわ。なんとなく忘れたけど。忘れたけどって言ってる時点で、もう間違いなく大したもんじゃない。大したものじゃないな。値段280円もするんだから、俺個人的にそれだったら、俺、今更言うけど、ヨナヨナエール買った方が良かった、その分。ヨナヨナエール買った方が全然良かった。マイクポップコーンのコンソメ味です。つまみに。あんまうまくねえな。地ビール第1号のビールなんですよね。全国第1号地ビールらしいですけど。
正直微妙だよな。バイゼン、そもそも、まあ、地ビール。地ビールね。なんかな？地ビールってさ、本来もっと美味しいもんなんですよ。多分。うん、やっぱりね、もっと濃くて美味しいもんなんですよ。なんだけどこのホワイトエールに関しては全くもって薄い、うん、はっきり言って薄すぎる。まあそもそもまあ焙煎ですからホワイトエールはまあそもそも薄いと、うん、でしかもこれに至ってはもう酸っぱい、結構酸っぱい。これは飲まなくていいわ正直。酸っぱいビールはきついわ。ちょっと。やっぱ苦いビールがいいよね。まあ別にそこまで苦くなくても、まあ苦すぎるのもあれだっけな。うん。まあ、やっぱ普通の苦さと、まあ甘さがあり、苦さと甘さがまあ、バランスよく。うん。やっぱり、そういう意味だとやっぱ、朝日のスーパードライとかさ。もしくは、エビスとか。ね。もう飲みたいわけですよ。値段が高いだけで、ね。別に、ちょっと美味しくないな。美味しくないな。前回飲んだレッドエール。あれはまだいいですよ。あれはまだいい。うん。まだいいです。こっちはやっぱりいい、うん。なんかやっぱおかしいな。酸っぱすぎる。やっぱ夏はやっぱりあれですよ。ね、ドライな。ね。あ、あとハートランドとか飲みたいわ。ハートランド。マジで。ハートランドうまいよな、あれな。うまいっていうかね。あれ、うまいというよりは、まず、瓶ですね。うん。あれは本体が瓶だと思ってる、俺の中だと。瓶が綺麗で、
なんかね、うん。綺麗で、それをつまみに飲める感じ。なんだよね、俺の中で。まあ、エチゴビールは、今まで飲んだ中だと、やっぱピルスナーかスタウトかな。が一番美味しかったかなと。うん。ね。やっぱこれはホワイトビール、まあ塩ビールですから、かなり小麦の香りがする。うん。うん、だけどちょっとな、うん、まあこれは三つ星、あのエチゴビールの中で個人的に一番美味しくはないなと、うん、と思います。まあ、だいたい白ビールがあんま好きじゃないんだろうな。個人的に、うん。ということでご視聴ありがとうございました。